ねえ、1時間放牧してくれるの？え、これは何するの？お店見てもあるよ。はい、どこ行っちゃう？え？ミカちゃん、ネームとか上手に行かない？ミカトラ、ご飯食べ終わったら、うんうん、もう食べてんじゃねえよ、これも。ママ、しやさめサーモン何枚入ってる？サーモン違う、え、サーモン入ってる、そうなの。1,2,3,4,5,6,7 そうすればいいやな。食べてよ。ミカちゃん、その汁飲まして。は絶対うまい。それママだよ、それママ。え、絶対うまくないもの、汁絶対美味しい。あるよ、ほら。あー、バレちゃった。いただきます。いただきます。ね、レモンあげる、レモンあげるじゃないからね。麺もめっちゃ遅いって、すげえって。早く飲んで、美味しかったらどう？美味しい？はぁ、あ、うまいわ。わぁ、ね、できた、できた。あぁ、こぼれた。パパについたの全部持ってきて。あれ、いらんの？ここに入れんな。いいな、みんなそのまま好きなの。あなたが並ばないからでしょ。美味しい、美味しいでしょ。じゃあこれ頼んできや。もう頼んで、ね、頼んだもん。美味しい。なんかでも厳しいな、ね、ちっちゃいラーメン。一緒。ない、ない。ごばんかけんじゃない。いや、かけてもいいけど。かかって。あさん。めっちゃいい価格で入ってくるのやめてくれる？それ、右側にあるの何？これ何？これは多分なんかとサーモンを入れたやつ。お姉さんが横から食べるのやめてください。うん、まっ。はいじゃん、飲ませあげて。すいません、申し訳ございません。なれよ、決めるのが遅いで。いや違う、決めるのが早かった。今回、私にしては問題は並べんかったね。うまっ。ちょ、一口あげるか、その豚肉ちょうだい。ちゃん、ちゃん、食べるね。あとね、食べな、ハンちゃん食べな。ちょっと一口。おい、俺の持ってくな。なんで俺の持ってくんの。はいはい、ねーちゃん、自分でかな。いやいや、お願い。マジで、グラティー、グラティー見た。これね、ママと同じ。うん、やつなったわ。ブロッコリーよ。本当にこれよ。の。食べたい。食べて。お肉。お肉硬い。うん、柔らかいよ。食べてみ。一口だけ、うん、美味しかった。うまい。あー、できない。私には痛いみたい。なんか多くない？いらんかった。僕にとって食べるね。パヤの方大盛りっていうのがサーモンが一緒でご飯が多いんだよね。ご飯が多い。お姉ちゃんの方重いな。なんか肉減ってね。気のせい、気のせい。ブロッコリーやったら難しいな。俺も知らん。気のせい。小屋さんがパスタなんて珍しいね。うん、なんか色薄そうやけど。ママお腹いっぱい。まだ食べれる。頑張って。食べれるけど、もうお腹いっぱいになりそう。パンダ焼きそば食べる？やだ、いらない。俺、素直にくれる。さあ、どうだ、パパも食べたの一口の焼きそばからなんか全部出たよ。うまい。この店にしようかなと思ってる時にさ、私の英語のさ、元教科担任とさ、うちの今のさ、英語の教科担任にすんげえさ、服装がそっくりでさ、顔がそっくりでさ、ってさ、マジドキドキしたんよ。意味わからん。こんなとこまで来るわけないよ。英語嫌いやでさ、もうそれも
梅ちゃん、サービス口の中から飲んでみた。うん、梅が。そのスプーンで使うの。終わり。梅ちゃん、食べて。あ、ママ、もうご飯食べ終わった。うん。あ、そう、そういうことか。どうしてるの。これ意味あるの。一口サイズ。何その暇な顔してるの。食べにくいってさ、まあ、実用性大っちゃうもんな。暇だよ。めっちゃ遊びの匂いがする。遊びたい。遊びたいの。はい、一生懸命食べてる。ごちそうさましましたか。ごちそうさまでした。いつも みんな行って待てよ。うん、ちょうどもくもく食べてみて。ああ、お腹いっぱい。この卵はどうするの。食べるよ。大盛りにしてやるって。無理。もそら、パパのあんだけつまんとれば。そのつまんない。これよ。ママに言って。終わり。どうかしとる。ああ。よかったけど。ごちそうさまでした。お店に買いに行く、それとも Amazon で探すって聞いたら、もう Amazon でいいっていうことだったんで、探してもらいました。はい。何分ほど探しました。意外に即決でした。もうね、こんなのがいいっていうのがあったらしくって、これこれこれ